普通の壺ではありません。不思議なものを入れる魔法の壺を作りましょう。今回は黒い画用紙を半分に折り、形や模様を切り取って裏から色画用紙を貼るところまでをご紹介します。1. 壺全体の形を決めましょう。左右対称の壺をいくつか書いてみて、気に入ったものを選びます。2. 形が決まったら真ん中に線を引きます。そして黒い画用紙を半分に折って、大体の形を鉛筆で書きます。黄色やピンクなどの目立つ色の色鉛筆で形を清書したら、切り取るところに斜線を引いておきましょう。こちらが裏側ですから、裏と書いておきましょう。3. 線に沿って壺の形に切り取ります。取っ手のように穴が開いているところを切るときは、一箇所切り込みを入れ、そこから切っていきます。そのままでも構いませんが、ここでは切り込んだところに裏から黒い紙を貼りました。4. 壺の内側に模様を切り取るための線を描きます。壺がバラバラにならないよう、外側1センチくらいは残しておきます。切り取る模様を描きます。まっすぐな線だけでなく、ギザギザや曲線、縦線も描きましょう。ここでも切り取るところに斜線を描いておきます。5. 線に沿って模様を切り取ります。深い切り込みや曲線のところはちぎれやすいので、紙を回しながら切ったり、ハサミの向きを変えたりしながら丁寧に切りましょう。開いてみましょう。こんな模様の壺ができました。切り込みの形を変えることでイメージの違った壺になります。6. 色画用紙を裏から貼って色をつけます。まずベースになる色を決めます。半分に折って壺の黒い紙で挟んだら、周りを鉛筆でなぞります。なぞった線より3ミリくらい内側を切り取ると、重ねたとき、壺からはみ出ません。7. ベース以外の色画用紙を3色ぐらい用意し、模様に合わせて裏から貼ります。順を追ってやってみます。まず、大きめに切った色画用紙を裏から当てます。位置を決めて境目を鉛筆でなぞります。なぞった線より5ミリくらい大きめに切ります。ここが糊代になります。裏から糊をつけ、切り取った画用紙を貼ります。この時、鉛筆で書いた線が裏側から見えるように貼ります。表から見ると色画用紙を貼ったところだけ色がつき、鉛筆の線も見えません。他のところも何箇所か同じように色画用紙を貼ります。8. 最後に裏全体に糊をつけ、ベースの色画用紙を貼り付けます。模様がくっきりと浮かび上がった壺が出来上がりました。配色を変えることでイメージの違った壺になります。壺の形や切り方、
配色を考えて、自分だけの魔法の壺を作ってみてください。次回の絵の具編では、この上に絵の具で細かい模様をつけていく手順をご紹介します。